本日、12種類の武器に最終上限解放が実装されました。今回はそれらの性能を見ていこうと思います。スキルをローにまとめてみました。赤文字は、最終上限解放で追加もしくは変更されたスキルとなっています。まず最初に感じたのは、防御寄りの武器が一気に増えたなという印象です。特に、HP と攻撃力が共に上がる新鋭や、剣種がかなりの数増えました。属性によっては HP を増やしにくかったので、スパバハなどの高難易度マルチで活躍しそうですね。さて、私が注目している3種類の武器について詳しく見ていきましょう。1本目は、水ベイン解放武器のブロッサムアクスです。4突でシュラが追加されました。シュラは、バトル開始時最大 HP が 20% 減少した状態となります。つまり、1本入れるとバトル開始時 80%、2本入れると 60% から始まります。ターン開始時は火力が出せないという排水のデメリットをなくせるということで、最近注目が集まっている武器ですね。しかも、水には水ギルシオやリミポセイドンの武器に排水がついているので結構相性が良さそうです。現状使うことはないとは思いますけど、これからに期待、ということでピックアップしました。ちなみに、第2スキルの先制の氷壁ですが、これはバトル開始時から8ターン目までの間、防御力が 33% アップするというものです。敵からのダメージが減るので壊滅しにくくなるという見方もありますが、逆に HP が減りにくくなって排水による火力が減ってしまうという見方もできるので、これはどういう評価になるかわかりません。2本目は、土フィオリト解放武器のバーベルです。後陣中が新鋭中になったことでダブル守護となりました。土属性は HP を増やしにくく、今まではヴィンテージシリーズのパラシュを使っている人は結構いましたが、土が地勢以外はわざわざ金付きなどで取りたいとは思わなかったでしょう。ここで、バーベルとパラシュを比較してみます。バーベルは通常後陣 14.5%、守護 31.5% なのに対して、パラシュは通常後陣 14.5%、守護 24% なので、まさかのバーベルの方が優秀なんですよね。ヴィンテージシリーズの5と詰まっています。3本目は、風小解放武器の宿命鉄拳です。今、強バハで猛威を振るっている風排水が強化されました。4突でスキルレベル15になるだけでも十分強いのに、後陣章が追加されて、排水プラスダブル後陣のぶっ壊れ武器となりました。また、シュラ武器なので今までは1本もしくは2本入っていましたが、単体でも普通に強い武器となったので、3本目入れることでさらに火力上がるらしいです。宿命鉄拳3本、クリーピークロー3本など、風排水を極めようとするとかなりのリソース要求されてしまいますね。ちなみに私は、宿命鉄拳無突1本とクリーピークロー4突1本で、素体は一切なしという状況なので、まだまだ渾身から抜け出せないです。ということで、今回は、最終上限解放が実装された12種類の武器を見てきました。どれもかなり強そうなのですが、比較的最近の武器ばかりに4突が実装されたので、4本持っている人は少ないと思います。実際、私が4本持っていた武器はブロッサムアクスだけでした。工場武器に騙し入れるの、なんか抵抗感あるんですよね。周年のガチャピンで弾けるように祈っときますわ。チャンネル登録と高評価よろしく。それでは、